ちょっと元気になってきた。半歩増えてきたね。はい、もりもりの春菊とか、いちょぼとか、かなり雑草増えてたんですけど、手伝ってもらってかなりすっきりしましたね。この赤ヤシ一体いくらで購入したでしょうか。正解は最後ね。ね、もさもさ生えてます春菊。フェンネルも結構成長してますね。パセリもゆっくりですけど成長してます。ちょっとね、土が水はけが悪くてどうしたもんかな、どうしようかなと思っていて、セルフィーユですね、これセルフィーユ。あと半生、セルフィーユはハルクが買ってきたのでお値段はわからないんですけど、こちらは半玉が1株198円になりました。そして、これね、これかわいいよね、多肉ちゃんなんですけど、これ1つ108円でした。110円かな、どっちだったかな。で、こっちの多肉は母が持ってきてくれたものなんですけど、まだこの辺はちょっとあまりわさっと増えませんね。なので、あ、そしてちょい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 生えてきてるやつは少しずつまた抜いていきますが、こちらのこれ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 か、横でか、これが意外と気に入ってます。なんとこれいくらだと思いますか。あ、赤ヤシ、そうそうそう、赤ヤシっていうものなんですけど、結構大きいんですよ。私の背丈よりも大きくて、いくらだと思いますか。はい、これの正解は最後にね。はい、だから全然お金かかってないんですよ。まあヒントなんですけど、でこの白菜がね、どこに行っても売り切れだった時があって、とっても寒い夕方だったんですけど、白菜が売り切れ、はい、ネギぐらいしかなかった時に、この春菊のお鍋がすごく美味しかったです。春菊ね、もう大助かりだって。2株でこんなに大きくなるのすごいよね。春菊だと思わなかったんだよね最初。なんだっけ、よもぎと思って買ったら、そういえば春菊だったと思ってですね。で、あとね、この壁にね、どん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 増えてきてる、この怪しいなんか細胞みたいなツタなんですけど、これは取った方がいいのか取らない方がいいのかっていうところの情報も欲しいですね。下のこの辺の雑草は取った方がいいと思いますが、はい、